アンティゴネ衣装デザイン担当の高橋佳代です。今回の作品は、演出プラン、美術プランがもう、とっても繊細で美しいプランでしたので、衣装の立ち位置としてはその演出美術プランにスーッとのこ馴染む寄り添うような立ち位置でデザイン していった方がいいだろうなと思って、あとは風が活かせるとか、水や光と影が活かせるとか、そういうことを大事にして作ったのと、あとはアンティゴネのストーリーがすっごく悲劇ですので、衣装だけはちょっとそのポップさを少し入れた方がよりこうセリフだったり役者が込める悲しみとか強さのエネルギーが伝わるんじゃないかなっていうふうに思って、そういうふうなこう思って作りました。すごい楽しかったですね、作ってて。ありがとうございます。アンティゴネに出演していますスパク俳優の竹石です。芸術監督をはじめスタッフ俳優一丸となり、前回以上の作品を皆様に見ていただくための準備をしていましたが、残念ながら今日皆様の前に立つことは叶いませんでした。アンティゴネのように悲劇と呼ばれる作品が演劇には数多くあります。登場人物たちは当たり前の日常が突然壊され、孤独の中に放り込まれていきます。苦しみの中でどう変わり、どう生きるのか、結局彼らは私たちを答えに導いてはくれませんが、考えること、感じることを止めてはいけないというメッセージを彼らから受け取ることがあります。またお会いできるその日まで、皆様どうぞご無事でいてくださいませ。そしてまたお会いできることを楽しみにしております。ありがとうございました。皆さんこんにちは。音楽を担当しました田中ひろこです。いかがお過ごしでしょうか。私は今家の中でのクリエーションなどできることを探しながら日々を送っています。さてアンティゴネについてですが、まず思うのはとにかく大変だったということですね。俳優の数も曲の数も多くて、セリフも特殊な上にさらに音にはめたりと、かなりエネルギーを費やして作った覚えがあります。その甲斐あって出来上がった音は、厚みもあってなかなか良かったのではないかなと思います。でもやっぱり再演すればまた変えたくなったり新しくしたくなるものです。ですからまた皆さんにお見せできる日にはさらに良いものにしてお届けしたいなと思います。その日が来るまで皆さんもどうかお元気で、お会いできるその日を楽しみにしています。ありがとうございました。アンティゴネという作品と関わる上で一番気をつけようと考えていた部分は音と体内時間でした。音の部分から言うと舞台上の空間が広いというか広すぎるぐらいなので、その音速の違いの違和感をどう自分の中で縮めるかということで、その自分の耳を舞台上のどの空間に置くかということを常に考えていました。体内時間でいうと客入れの時間からグラスボールを鳴らしながらゆっくり水の中を歩くのですが、その歩く速度と道筋と周りの人の配置というか景色で、時間を計ってました。やはりそこには自分の体内時間でのおおよその目安があるので、自分の心拍数もその本番前のルーティンを使って調整してました。芝居の入り口部分でここまで気をつけていたのは自分の経験上では数少ないと思ってますね。まあ全体的にどのシーンを撮っても気をつけることの数が多い作品でした。だからちょっと不思議な作品なんだと思います。動画をご覧の皆さんこんにちは。スパック俳優の寺内彩子です。アンティゴネではプロロゴスのイスメネタイ、それから演奏、あと大砲と呼ばれているパートの、セリフの音楽的な構成を担当しています。静岡、アビニオン、それから
ニューヨークを経てまた静岡で上演できるのをとても楽しみにしていましたが、今回は残念ながら、上演できないことになりましたので、今ここでできることを、精一杯取り組んでいます。皆様にまた、静岡でアンティゴネをご覧いただける日をとてもとても楽しみにしています。はじめまして、アンティゴネの音響担当の和田と申します。僕は今回初めてこの作品に参加することになっていたんですけど、リハーサルが始まる前の段階で公演中止が決まってしまった関係で、実はパフォーマンス自体に関わる機会がこれまでちょっと一度もありませんでした。でも記憶をたどってみましたら、その宮城さんが、クナウカという劇団で活動していた頃に演出したアンティゴネを見たことがあるのを思い出しました。15年くらい前でちょっと僕もまだ学生だったと思います、確か東京の国立博物館の野外で、雨に濡れながら観劇したのを記憶しています。あれからそのどうバージョンアップされて上演されるのかを僕もとても期待してました。今回はちょっと残念な結果になってしまいましたが、いつか静岡ないし日本のどこかでスパックのアンティゴネが再演できるようになることを、信じて待っています。ご清聴ありがとうございました。若菜大輔と申します。今回のアンティゴネでは二人一役というスタイルをとっていまして、一人の人物を動きの方とあと声の方に分けるというスタイルをとっていました。で、私はハイモンという人物のこちらの声の方、スピーカーとして参加させてもらう予定でした。もし再び、私が舞台に立たせてもらう機会があるとしたら、私としては、今一度いろいろなことをゼロからやり直していく必要があるなというふうに今感じています。渡辺隆彦です。盲目の預言者テイレシアスのムーバーを担当しています。今回の公演中止は大変残念ですが、仕方ない。次回公演でまたお会いしましょう。スパック創作技術部の山田です。私はこれまでのアンティゴネの公演すべてに舞台監督や演出部スタッフとして携わってきました。この作品は水が張られた舞台の上で演じられているのですが、僕たちスタッフは、その舞台の上に水を実際に注ぐ瞬間にいつも立ち会うんですけれども、その瞬間はまるでですね、力が注入されていくよう なんかそんな印象が僕の中にはあって、毎回ワクワクするような時間だったりします。ちなみにこの水なんですけれども、毎回公演ですね、5万リットルから6万リットルほど使用しています。水が張られて明かりが灯された舞台、とても美しいです。その美しさを皆さんも感じていただけたらと思います。山本美幸です。私はコロスと演奏をやっていました。コロスではイスメネのセリフを底上げするコーラスという部分もやっていました。そのコーラスの時にセリフが始まるまでの10分間くらいですかね、直立で立ってスタンバイして待ってるんですけども、ちょうど照明の明かりが顔にドンピシャで当たるんですね。とっても眩しくって、目つぶしで水の中だし、自分の体がどんな風になってるのかもう分からなくなってくるんですね。で、何度か希望を失いかけたりして、でもこのアンティゴネという作品が持つ膨大なエネルギーとお客様からのたくさんのエネルギーで体が支えられていました。そんなエネルギーに満ち満ち溢れた、そんな作品です。こんにちは、スパック俳優の吉上総一郎です。アンティゴネでは、第一スタシモンの歌コロス、預言者テイレシアースのセリフ、
それに演奏と踊りをやっておりました。久しぶりに駿府城公園でできるということで楽しみにしていたのですが、このようなことになりまして、誠に残念でございます。また次の機会に多くの方に、ご覧いただけるように、と心から、願っております。どうぞその際には一つ、皆様お運びくださいますようお願いを申し上げます。吉見亮です。アンティゴネでは演奏を担当しています。俳優だからこそできるお芝居につける音楽、そんなことを日々模索しながら、アンティゴネというギリシャ悲劇と日本人として日々向き合ってきました。個人的な注目ポイントとしては、アンティゴネのあらすじを説明するミニアンティゴネ、それから何といっても廃材利用完全手作り組み立て式楽器台です。